このソフトドリンクなのになんで炭水化物入ってるのって思いません？あれね、お砂糖なんですよ。食べるクラブ。皆さんこんにちは、れいのお母さんです。はい、今日は添加物第3弾ということで、今回はお砂糖をやっていきたいと思います。フードトラップ、食品に仕掛けられた至福の罠というのでも、今までやってきた塩、そして油、詰めがお砂糖を書かれてるんですね。ということで、お砂糖について学んでいきたいと思います。このお砂糖なんですけど、特にね、ドリンクに入っているお砂糖は酸味料と一緒になっているので、思いのほか入っているというふうに昔から言われてます。でね、最近よく入っている果糖ブドウ糖液糖みたいなものもね、どういうふうに作られているのか、そしてどんな影響があるのかを見ていきたいと思います。はい、ということでね、まずお砂糖なんですけれども、普通のね、お砂糖はだいたいブドウ糖と果糖というのがね、半分ずつぐらい入ってますよっていうのが砂糖と言われるものですね。これはね、とても精製されたサトウキビとか、あと砂糖大根とかね、そういうものから作られていることが多いんですけれども、最近はですね、果糖ブドウ糖液糖というのがよく食品の中に入ってます。日本のね、パックとかの裏側見てもらうとすごい書いてあるのですぐわかると思うんですけども、それはね、どういうふうに作られてるかっていうと、まず原料はトウモロコシのデンプンです。アメリカとかで安くね、遺伝子組み換えして作られたトウモロコシのデンプンを使っているので、非常に品質としても流通させやすいし、安定して、で、安価で作れるっていうのが特徴です。そのトウモロコシでんぷんをアミラーゼ、なんか科学の授業とかね、昔の生物の授業とかで聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけれども、アミラーゼで一度分解してあげるとブドウ糖になります。で、お砂糖にさっき言ったように果糖とブドウ糖がね、半分ずつになってる甘さなんですけれども、そのブドウ糖だけだとお砂糖よりはね、ちょっと甘さが足りないんですね。 0.7% ぐらいの割合になってしまうんですね。なので、今度はそのブドウ糖にしたものをイソメラーゼという酵素を使って果糖にまた変えていきます。そうすると、今度果糖の方はだいたいお砂糖に対して 1.4倍、1.2 倍から 1.4 倍ぐらいの甘さなので、それをね、組み合わせてあげて果糖、ブドウ糖、液糖っていうのにしてあげると、ちょうどね、お砂糖と同じぐらいの甘さにすることができるんですね。で、そうしますと何がいいかっていうと、まず溶かさずに、もう溶けてる液体なのでね、そのまま使いやすい。で、タンクロリーで運んでって、そのままジュースにしたり、ドレッシングに入れたりすることができます。でね、お砂糖の特徴としては依存性があるっていうことですね。いっぱい入ってるとすごいね、脳が喜ぶんですよ。なので、また食べたい、また食べたいってなってくるんですね。お砂糖はね、結構いろんな食品に添加されてます。そうすることによって、やっぱりね、またあそこのご飯食べたいなって思ってもらえるとか、使えるようになってくるので、お砂糖はかなり入ってます。で、やっぱりまあ美味しいですよね。普通にチョコレートとかアイスクリームとかお菓子、クッキーとか、そういうのもね、美味しいから、ついつい食べたくなってしまう。そんな気持ちはすごいよくわかるんですけども、まあ、お砂糖入ってます。で、あとですね、どんなものに入ってるのかって、いろんなものに入ってるんですけども、さっき言ったね、ソフトドリンク、そしてめんつゆとかね、調味料系のものに結構入ってます。ノンオイルドレッシングとか、まあオイルの入ってるドレッシングでもそうなんですけど、ドレッシング系にもたくさん入ってますし、あとよく最近あるのが、お鍋の素みたいなのあるじゃないですか。ああいうのにもね、かなり使われてることが多いですし、ほんとね、調味料の裏を見てもらうと入っていることが多いです。まあそのままのね、お酢とかだと入ってないんですけど、醤油とかも原材料が大豆と小麦とお塩みたいなものだったらいいんですけど、なんかね、お醤油風調味料とかっていうのがあって、そういうのには意外とね、アミノ酸とか、あとこのお砂糖がね、入ってることが多くあります。だからね、パッと見正面お醤油っぽいのに、あれ
実は中身は醤油じゃないとかね、そういうものもあるので、やっぱり裏のね原材料を確認することがすごく大事になってくるんですね。で、あとやっぱり加工食品にお砂糖はたくさん使われてます。レトルト食品ですとか、あとカップラーメンですとか、そういうものにねいろいろ入ってます。で、あと加工してあるお肉とか大体入ってますね。なのでそういうところもねちょっとこう裏チラチラって見てもらうと分かるようになってるので、あ、じゃあこれ入ってないのがいいなと思って選んでいただけたらと思います。でですね、まあ、そんなものに入っているんですけれども、お砂糖を取るとどうなのっていうところで、大量に摂取してしまうとお砂糖を入れた時に血糖値スパイクって言うんですけど、すごくね血糖がグンって上がるんですね。まあご飯食べた時にもあると思うんですけど、その後急にすごい眠くなったりとかするじゃないですか。あれすごい急激に血圧がグンって上がってるんですね。血圧じゃない、血糖値がその時にすごく急に上がっています。で、その血糖値スパイクって言ってグンって上がった後は、今度インスリンっていうのね体が取り込まなきゃって言って出してくれて、でそれで今度下がるんですけど、またそれがグンって下がっちゃうんですね。そうするとこの乱高下じゃないですけど、上がって下がってが激しいと血管の中を傷つけていきます。はい。で、そうするとね、やっぱり糖尿病になってしまったりとか、認知症やがんの原因になるよっていうことが言われてます。だからね、やっぱりお砂糖はちょっとね気をつけて取っていった方がいいと思います。ちゃんとね分かって、あ、これお砂糖入ってるなって思ってたら控えることもできるけれど、知らないと、あ、そのまま食べてて、例えばどっかチェーンの外食の、なんかハンバーグとかそういうおソースに入ってたりとか、まあお肉自体に入ってたりとかってなると、大体入ってることが多いです。はい。あとね、お砂糖に含まれる果糖なんですけども、中性脂肪に変換されるので、肥満の原因になります。なので、太ってきたなっていう時は、やっぱりお砂糖を取ってることが多いです。お砂糖はさっき言ったみたいに、ブドウ糖と果糖のね、合体バージョンなので、まず食べた時に自分の血糖値をガンと上げる。そうすると糖尿病とかね、そういう心疾患のリスクとか認知症のリスクがあるのと同時に、あとは太ってしまうってことですね。余計な脂肪がついてしまうってことなので、やっぱりねそれも体が元気じゃなくなってしまう原因になるので、お砂糖ちょっと気をつけたいなと思います。でね、例えばと思って調べてみたんですね。で、まあ、某なんとか社のなんかこういう飲み物あるじゃないですか。で、その飲み物に例えば 500ml どれぐらい入ってんのかなと思って、裏のね成分表とか見てみたんですね。で、そこにはね糖類とは書いてないんですよ。原材料のところには、書いてあるんですけども、成分表の方に炭水化物っていうのが入ってるんですね。このソフトドリンクなのになんで炭水化物入ってるのって思いません？あれね、お砂糖なんですよ。で、大体計算したところ、500ml の中に 56.5g のお砂糖が入ってる。角砂糖だと19個分ですね。角砂糖19個分があの 500ml のペットボトルに入ってるわけですよ。その2リットルのソフトドリンクになっちゃうと、もう75個分、約75個分のね、お砂糖入ってるっていうことになっちゃうんですね。で、結構甘い他の炭酸飲料なんですけども、そのままだと飲めないぐらい甘いんですが、それをね入れとくことによってまた飲みたいっていう風に脳が認知するんですね。で、脳が認知するとまた買ってくれるっていうので、そんなに甘くしなくてもいいのに入っています。で、それがなんで飲めてしまうのかっていうと、クエン酸とかね、まあ酸味料っていうものなんですけど、必ずね裏に入ってます。酸味料ジュースって甘くってちょっと酸っぱいじゃないですか。で、あれは酸味料をプラスしてあげることによって、さらに甘さを感じずに飲めてしまうっていう風にしてあります。あと香料ですね、なんかそういう独特の香りをつけてあげることによって飲みやすく、また飲みたいっていう風になってきますね。で、こういう暑い夏とか、特にソフトドリンクね、まあ某スポーツドリンクとかもそうなんですけど、かなり入っています。で、それをペットボトルで一気飲みみたいにしてどんどん飲んじゃうと、もう本当にペットボトル症候群って聞いたことあると思うんですけど、急激に
血糖値上がっていとことかも入院してしまったことがあるぐらい本当に危険なので、ここら辺気をつけていきたいなと思ってます。はい、そういう風にね、お砂糖を摂るとそういう慢性疾患とかそういう病気の元になるよっていうのも分かったと思うんですけど、それだけじゃないですね。例えばミネラルがね出てしまうとかっていう問題もあって、例えばビタミン B1 とかマグネシウム、こういうのはお砂糖が入ってきた時にエネルギーとして代謝していくのに使われます。なのでいっぱいお砂糖入りすぎちゃうと、そういう貴重なねミネラルがどんどん使われていってしまうっていうことで、非常に体にもったいないことになります。でプラスカルシウムとかね、やっぱり骨溶けるよとか言うじゃないですか。あれは排泄してしまうんですね。うまくカルシウムが取り込めなくなって排泄してしまうっていう風にお砂糖が入ってくると働くので、そういうところも気をつけたいと思います。なので普通だったらね、液体で飲めないぐらいのとか食べられないぐらいのお砂糖が入っていても、酸味料とかそういう他の添加物が入ってくることによって大量に食べられてしまうっていうトリックが一つ、そしてやっぱりそれが依存性があるのでまた食べたいなって思うのが一つでね、この間もやったんですけど、油とお砂糖のそのねブレンドしたものはもう本当に脳が超嬉しいって喜んじゃうんですよ。なのでそこら辺もね、知識として理解していれば、買う時にあ、これそういえばそういう成分入ってるな、これ自分の体にいいのかなって考えて買ってもらえたら嬉しいです。で、ね、やっぱりそういう食事、毎日の食事なので変えてあげることによってすごくね元気にもなるし、反対にすごく疲れやすかったり風邪ひきやすかったり病気になってしまったりする原因にもなるので、できるだけ体にいいものを食べてもらえたらと思って、まずは知識を入れてもらえたらと思います。はい、ということでね、今回は簡単にお砂糖のお話をしてみました。ということで、こちらの動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。毎日更新のブログも書いてますので、よかったら遊びに来てください。ではまたねー。